感じじゃない。何何よ、無理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 。カレー女だよ。到着着いたよ。ねえねえ、お願いがある。このススキとかって、めっちゃ可愛い、嬉しい。ないね、俺らが全然ないんですけど。ないですね。台風。じゃあもうハグ。だね。どうも誠です。今日はね、ここ伊豆七島の一つでもある神津島に来てます。見どころを回る名所アンギャっていうのをいつもやってるんで、今回もここの神津島で名所アンギャやっていきたいと思います。で、今回はインスタでつながったね、旅仲間と一緒にこの神津島を旅していくんで、最後までご視聴お願いします。ということで行ってみよう。ジャパン。あ、こっちか。あ、こっちだよね。あ、あそこだ。はい、すいません、こちらでいけます。ちょっとこちら立ててもらっていただきます。はい、大丈夫ですね。はい、あれ一番高いとこじゃないの？違う。飛行機みたいじゃない。特一だね。憧れの専用なの。特一と特等以外は入れない。すげえ。すげえ。さあ、三分間で。カードないと。一。え？お客様の皆さん、重要です。書いてもらった。アメニティも確かいろいろあったはず。使わないんだよな。でもな、歯ブラシ。タオル持ってくんの忘れた。完全忘れた。俺初めて忘れ物したかもしれない。バスタオルっていらんの？エリュー、どこどこどこ、これ肩が、あで、これ引いて寝るみたいな。いや、こんなのなかった。マジでここで寝てたの？ここで寝てた。憎いんだけど
最高ですね。最高だよここ。灯台が光ってる。見えんね、こっちから見えの方だと。うん、でもさ、そこに光ってるの星？飛行機か。いや、もったいないな、なんか。何が？使う。あ、そう。あの帰りに撮っとけば帰り確かに、うん、さマジで寝れない時にやったら寝れるかな、うん、寝れるマジで寝れるあそうなんうんじゃあその秒秒その時使おう秒それとヒーリングミュージックなんてかけたら秒ですねそっかそれ大変なんじゃない編集するのとか大変じゃないめっちゃ大変だよねまあ自分一人だったら絶対こんな部屋には泊まらない私のせいで最高だよね私のせいだよ、うん、オープニングも撮れなかったし、オープニングって何なのえいやこれから乗り込みます的な、うん、この動画の趣旨みたいな最初にこう喋るじゃん乗り込む時間が長すぎて、うん、ごめんいやいいよ多分帰りにも撮ればいいから、うん、辛いことはミエのせいって言うてなるほど同乗者がめちゃくちゃ前向いていろんなところに連れて行かされて要望が多すぎて、何もできませんでした、すいません、みたいな今になってしまいました。タバコを付き合わされて。タバコやら、なんかコンビニやら、なんやらかんやら。それも、醍醐味よ。すいません。中国、こんなさ、プールあるんや。すごいよね。で、ドバイにさ、世界一のさ、プールがあるって言ってさ、そこを行ったけどさ。あ、行ったんだ。行った。イルカと言うてる。あ、そういうところもあるんだ。うんあの言い方注意したスライダーでさ滑って透明になっててさサメが泳いでるとこじゃないえいなかったスライダーで滑って、うん、この状態の時にこう筒になるじゃん、うん、うんうんうん透明な筒になって透明な筒のとこは通ったけどサメはおらんかったえそこの水槽にいるはずだよそうなんだ、うん、何回もしたんだけどあそううんサメは魚いたでしょいた会いたかったいるはず死んでなければそういうところいいなぁドバイドバイめっちゃよかった砂漠ぜひ砂漠でドライブしてくださいあああれエグすぎあのねだってこう砂漠ってこうなっとうやん、うん、山のところこうなったとこここ行くんようん、でもう車こんな感じやん、うん、マジでもうなんか乗っ取る身としてはもうハッ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 みたいな出産みたいな感じになってさでもねミユの目の前にさあの白人のおばさんたちとか、うん、サプサプとかって止まってなんかヤーってめっちゃ赤いえ何人ぐらい乗るのそれなんか運転手助手席でここにシートが1,2,3ぐらいかなじゃあバンみたいな感じなんかランクルとかで走ってそうランクルかないいえラクダに乗るやん、うん、座っとう状態に乗るやんラクダが膝ついとう状態そっからバーンって上がるよそうだねこれで前足こうやってねそう、うわーってなるやんけどさ白人の男が「あっ前バーン!」って終わったもう嫌だみたいな感じでもう絶対嫌みたいな痛い。いや、女の子でも痛かったけん。うん。でも、不意に来るからね。そう。今かい、みたいなね。あ、それ撮ってんの？一回閉めるね。え？その電気つけて、撮って、寝る前のみたいな。あ、そうそう。そんなの撮ってんの？撮るよ。すごいね。それは楽しいね。そしたらね。その、見てる側はね。いいね。今やってみようかな。じゃあ、いいよ、閉めて。何が無理。無理。恥ずかしいね。急に乙女になる。私の最後のね。こんなしか戻すっていうのもいいですよ。他は仮面をつけなくてもいい。仮面。あっという間に12時半や。もうタイマーかけたわ。かけてないんかい。5時半だね。うん。どうしようかね。10分ぐらい。マジで？そんな頑張ってあんの？着替えるじゃんだって。このままで行けるんじゃない？行く？行く。うん。マジ？うん。乗客やん。乗客らしく制服でしょうかないよ。いいのかなこれ。いいでしょ。どうなの？まあまあじゃあいいや。で、適当に。じゃあ5時半？5時20分5時20分でいいんじゃない、はい、朝日まで朝日まで
うん、おやすみなさい。いい夢よ。いい夢よ。いい夢よ。途中で絶対起こされる。ガタガタって。これ何なんだろう、マジで。あ、上がっちゃうのかな、波で。めっちゃすごいもん。どのぐらいだろう。1時間に1回ぐらいかな。起きちゃうっていう。
さないでよ。夢を見たから。そう、夢を見たから。あと30分で神津島に到着します。だいぶ見えてきた。ここだけめっちゃ黒いの何なんだろう。うん、完全忘れてたね。この現在地に戻ってくればいいや。そうね、裏砂漠、表砂漠。いや、すごいね。裏砂漠目指していく。うん、こっから。そう、マジでやばいね。どんなだよこれ。じゃあ行きましょう。やばいね。いきなりやばいじゃん。結構ガチな。ガチだ。虫除けした？してない。あ、え？イモリ。一応いいってなるんだね。何でしょう。私はこう見えてもこんなのかなすけど。もうなんか何が出ても平気な感じ、イメージだけど。そう言われるけど、そんなことないですよ。お願いします。ちょっと動物選択を早かったね。すごいな。すげえよ。ここからの景色が、わ、すげえ、すごい、海綺麗だね。うん、なんかいる。なんか蛇もいるみたいだから。そうだよね、うん、そう、やばいね。あー、そこあげちゃう。いっぱいいるんだね。ガチ登山。結構ガチだね。結構ガチだね。ちょっと写真撮ってよ。あたし、ごめんね。ユーチューブを中断しちゃって。いえいえ。めっちゃ良くじゃん、めっちゃ良くじゃん。ありがとう。やばいよ。危な。滑る。上にしたら最強する。何したら最強？上。ねえ、うん、なんかここの山はただ登って頂上からの景色見るもあるけどさ、うん、そのさっきの表砂漠、裏砂漠とかさ、うん、なんか途中に池があったりとかさ、うん、あ、やば、もういいね。まだ一応電波あるよ。上の方があるのかな。もう1号目全部で何号あるんだ。標高211メートル。うー、ひもりちゃん、めっちゃいるね。ひもりちゃん、ごめんごめんね。いいよ、行って。マジこれ弾薬っぽくない？マジ邪魔なんだけど。
よいしょ。何時から上がったっけ？ 11 時？ 11 時だね。うわ、すげえ。すごいね。えぐい。やばい。まだ頂上でも何でもないもんね。日本じゃないよね。アフリカじゃん。ね、これめっちゃいいな。ね、これさ、こんな感じでさ、もう一回さ、あ、YouTube してた。こんな感じでさ、もう一回帽子かぶったバージョン撮って、はいはいはい。許させてごめん。自分で撮ったのかっていう迫力なんですけど。ね、これはあれだね。カメラマンの腕だな。間違いねえ。このこと、くんも撮っちゃうよ。三号目到着。あ、船が出てる？え、どこ？違う？あれ。船？じゃないの？死にそう。まだまだあるけど、後ろ。こんにちは。こんにちは。あら、素敵な。ロマン付き？どうしてバカいか。嫌いとか。ここ拾うから大丈夫。ありがとうございます。はい。ここ垂れちゃって寝てるのかしら。すいません。ありがとうございます。飛んでるおばあさんだから。まだ4号目。10まである。わー。どれくらいかかります？時間。30分くらい見といた方がいいですね。30分で行けるの。うん。すげえ。それ今日。気をつけて。めっちゃ元気になった。あと半分。早くないですか。ごめん。リタイア早いですよね。早くないですか。行き過ぎだね。大事なもんで。うん、もう無理。まだ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 。なんとかせんかい。まだまだ行きますよ。それで何でもしてるのか。これで今日筋肉痛になったとしても、明日海で冷やせばいい。潜るっしょ。明日の海は絶対昼寝できる？飛ばそう。こっから飛んだら気持ちいいやろ。ねえ、まあ、でもこっからの景色見てるだけで飛んでる気分だけどね。よっしゃ、チャージ終了。日が暮れるでーって。本当だよ、本当だよ。あと何時間かかるの。ごめんなさい。タバコと聞いて、サーケットでアクリが出ます。5号目到着。あと半分。もう無理だよ。かわいいお花。綺麗だね。5号目。うわ、睡眠不足プラスタバコプラス。やだね。すげえ。あの、なんじゃない。絶壁？うん、案外絶壁が多いよね。この上の方のあの岩のゴツゴツ感がもうたまんないよ。確かにね。あっこまで行けんの？最高だ。最高だぜ。あ、遅いよ。私の体が収まる。いけるいける。わ、すげえ。すごいね。かっこいいね。だいぶロッキーだね。これ下り気をつけないとね。そうだね。あ、ちっちゃい、狭い。わ、すげえすげえ。すごい。結構いるね。うん。登山してる人。ね。どこに止めてんだろうな。逆から来てんの。確かに。すごいな。これ道かよ。ちっさ。足が一個入るぐらい。7分来た。休憩だわ。3
3分に1回ぐらい休憩してる。肺の容量がね、うん、やばいね、うん、肺の容量がないのにタバコ吸うからね、えぐいよね。ゴーゴー、再スタート。やばいな、ちょっともののけ姫感出てる。本当だね、やば、症状たちが出てきた。ゴリラみたいな。すげえ道だな、ほんと。ばあさん待てた。早っ。ばあさん待てた。トンネルじゃん。トンネルじゃん。これはすごいわ。うぃ、ひまりちゃんごめん。こんな上にもいるんだ、うん、うわすげえ景色、やば。もうだいぶ頂上に近いんじゃない、うん、完全休憩スポット。そうですね、完全にベッド見つけちゃった。飲まれそうです。山の子が。すげえ道だ。すげえ道。あ、すごいね。うん、非日常だよ、うん、岩になった気分。岩になった気分。うん、足転に待った気分。待って、オッケー。すごいね、この感じは。なんかアングルっていうか、すごいよ、いい感じだよ。ロッキーとこっちの GoPro の方がいいじゃん。さすが。はい、9合目来ました。ロッキーがたくさん岩があります。こっちも綺麗ですね。ラス位置じゃない？ラス位置じゃん。どんな位置が見えるのでしょうか。すごいね、あ、岩もやばい感じよ。おばちゃんにカメラ回す。よいしょ、足元がすごい。こんな感じの岩です。いいだよ。違う、ここから来る。おい、なんだって頂上感じてきたよ。本当だね、すげえ。今ラピュタじゃないの。ああ天空の城のラピュタ。おばさんバテてきた。疲れちゃってんじゃん。おばさん息切れてる。ありがとう。多いとこのこと絶景すぎ。風強いな。風強いとさ、音声困るんだよね。確かに。いや、北っぽい、うん、頂上じゃん。これ。じゃん。ええー。これ。次百足。右左どっち？どっちだろうね。あ、一応左かな。ここはもう行かないな。これ岩気をつけてよ。これちょっとずれてる。大丈夫。頑張れ頑張れ。開きましたよ。15名。はい、だけどあっちも綺麗ですよね。
やばくないこの道。裏砂漠、池、池行こうか。ここはちょっと岩がえぐい。入れないね、これは、うん、さあ、行きますか。砂漠？砂漠行きましょう。なんかデジャブなんだけど。なんで？この感じ。見てまーす、この穴。危な。ここはあれだね、ちょっと湿ってるから滑るね。マジ冒険じゃん。あー、向かって向かって。やばー、またうん、よし、すげえ、なんか下が砂漠っぽくなってきた。すげえな、別世界って感じ。やばい、こっちはすげえ緑だ。おお、すげえ。いいよな。微妙なとこだね。どうしたら怖いもんね。うん。もうじゃあ戻るか。雨か。雨が降ってきて。まあまあ。楽しみだよね。十分楽しみだから。てっぺんはいけないけど。天気悪いんで帰ります、うん、いやこれ結構雨降ってんの、うん、安全第一で帰ります。普通に昨日会ったばっかだけど、うん、何回か多分行ってそうな行ってそうだね、うん、確実にバディ的ないつもだよねみたいな。家もなんかもうだいぶ落ち着いてたもん、うん、本当同じ、うん、そう、嬉しい。あんま伝わらん上から。そうなんだよね、うん、GoPro でもこのなんかすごい感じがそこまで伝わらない。やばいね。いやでもあの5時以降の睡眠がすごい充電された。そうだね、充電されたな、確かに、うん、やばい、抜けたねトンネルを、うん、引き返すと晴れるんだよな、登山あるある、うん、え、急だな、急だね、やばー、雲の流れがめっちゃ速い、うん、それ天気コロコロ変わるわな。いいと思うよ。なんか民族感ある。うん、あるね。私の島です。嘘です。いやそ。でもね、制覇した感あるよね、ここからの。ね、結構行ったで。やばい。最高。広大な景色みたいな。いいじゃん。どこだったよ。いいじゃん。ねえねえねお願いがある。このススキと撮って。ススキと私。ついに来た。あ、見ました。足が。見て。見えます。止まれ。止まれ。ガクガク。こうなるよね。ようやく帰ってきた。手走りました。手走った。魂抜けそう。足が。熱っ、うん、なんだっけ、天井山、うん、制覇、いやイエーイ、ね、これ水着できたかったな。明日だけ来ようよ、うん、また来ればいいよ、うん、あ、すごい、ゾロゾロ見て、めっちゃキラキラしてる、すごい、ガラスみたい、うん、
めっちゃキラキラ。めっちゃキラキラ。すごい。なんでこれ塩？ああ。分かんない。しょっぱくない。なんでたの？うん。すごいキラキラ。ここが舞浜だっけ？舞浜ビーチだっけ？なんかな。いやなんかさ、すっごいさっぱりしてるね。この砂。砂だしたら、なんかさ、足にまとわりつかんもん。全然。伊豆諸島ってなんか黒いイメージあるからな。うん。テリのとこ行きたい、テリ。うん。これはさ、足跡も使わないと思って来てんだ。これ何の足跡？なんだろうね。子供かな。これを求めてたんだ。これやばいよね。この先に行く、うん、あ、でも水着でも水着であれしたいね、撮ったいね。確かに。そうしよう。最高じゃん。最高じゃん。これ、ちょっと今日のバッグから。すごいよね。塩多いよ。海の反対側はこれだもん。ちょっと沖縄より楽しいか。温泉無料センター到着です。すげえ火事。あ、そう、うん、いいかな。めっちゃすげえ。気をつけてよ。いいじゃん。いいね、いいね、いいね、いいね。すげえな。お、誰もいない。すごい。最高だね。
綺麗。あ、何人かいたね。そうなの。うん、最高だったね。いや、めっちゃ気持ちよかった。私、あんまり出てないね。あ、でも出てるけどさ、うん、うわーってね。うん、確かにそう。前浜ビーチのスマリってとこに来ました。めちゃめちゃ綺麗。めちゃくちゃでかい海岸。何のアーだったの？青い海で写真撮ってもらおうかなって。ああ。気をつけてよ、うん、これはえぐいね。あ、でもほら、真ん中はそうでもなくない？あー、まあちょっとな、流れてるか。流れ早いね。うん、早いね。これはどうだろう。近いやん、ここが。そうだね。やけさ、
ポンって行ってさ、でも女の子は、あ、多分そこから飛び込んでこう来た、こっちに来たんです。その映像を撮っとったけど、ビューが見たら、でもこれ飛び込んだら秒でヒューンって行くね。見て、すんごいよね、流れが。いやうまい。ショック。他でさ、うん、ちょっと楽しいものを撮るしかないんじゃないですか。そうだな、ここはちょっとやばいですよ。死にますよ。流されますよ。流しそうめんです。流しそうめんだ。流し人間。いや、なんかさ、うん、別に入れるけどさ、うん、でも長いはできないじゃん。そうだよ。それでそのために濡れるのかと思うとちょっとなんか確かにハードル高いよ。いや、めっちゃ面白そうなのにな。だってそこすごいよ。あっちもこっちもこっちも、ね、でも魚いたよ、さっきちっちゃい魚。いやめっちゃ綺麗なのに、美しいですよね。流れるプールじゃない。そうだね。流れる、うん、流れるプールだね。ですよ。流れるプールの勢い、流れるプールよりちょい早、ちょい早スピードプール。だいぶ早い、うん、だいぶ早い、だいぶ早い。いやいやいや、ほら見て、すごい、うん、おー、引き込まれてる。あの、はしご登るのも一苦労しそうだな。ちょっと結構ここ、こう流されるじゃん、うん、絶対こう行くじゃん、こっちに行くけんさ、ね、こっちに戻ってくるのが絶対大変だけど。いやー、うん、無理ショック。YouTube 終了。取れ高、取れ高全然ないんですけど。ないですね。やばい。収穫が。台風。すいませんでした。台風。さっきの海も入れない、こっちも入れない。あっちもそっちも、こっち。見てこの海の流れ。ね。やばいよ。なんかもう竜がおるみたいな。うん。ショック。ショック。残念でした。試しに B さんでも流してみる。そう、秒で流れてる。流れてくね、うん、絶対、うん、すごいスピードだもん、うん、めっちゃ楽しそうなのかな。見て見て、めっちゃ割れてる。いやーなんかダンスしてるの、海が、うん、波がなんかすごい踊ってる。ん、残念、残念すぎる。バスタオル持ってくるの忘れた。完全忘れた。俺初めて忘れ物したかもしれない。バスタオルっていらんの？エリュショックすぎる。うわ、すげえ。入れる海ないのかね、もう。難しそうだね。ショックすぎる。ショックだね。ショックすぎる。あ、すごい。あ、結構奥まであるね。すげー。この辺まであるね。何を運んでたんだ。まあ、すげー。こっち。
どこでもいいですよ。はい、1万と220円になります。ありがとうございました。もうラッキー、マジで。ありがとうございます。幸運の持ち主だね。幸運です。幸運のチケットいただきます。残りの1日。うん。じゃあね。あそこの多幸庵からジェット船で今まで一緒にいたみゆちゃんはねもう東京に帰っちゃったんで明日のジェットか飛行機か分かんないけどもう台風が来ちゃってるんで船も出ないかもしれないってことで島に取り残されちゃったらまずいってことで一日早くね帰ったんだけど僕はどうすりゃいいんだろう。この後ね新島と大島に寄って東京に帰る予定だったんだけど八丈島来た時みたいになんかもう本当に直で東京に帰らなきゃいけない状況になってるのかもしれないな。明日の朝の状況次第でどうしていくか決める感じだね。めちゃめちゃ道が細いんでこんな感じでめちゃめちゃ道細いしこの先に駐車場があるかどうかもわかんないんでとりあえず止められるとこに車止めて歩きで向かっていこうと思います。こっち行くと千両池って言って崖を下ってかないとたどり着かないような綺麗な池があるらしいんでちょっとそこに向かっていこうと思います。下の方見えないけどだいぶ高い位置にいるなっていうのがわかるね。空見るだけで。うわ海だ海やば。うわすげえ。なんか神津島とか新島とか大島は飛行機でも来れるんだけど東京の調布飛行場ってところから行き来してる感じで羽田空港とかではないんだよね。だから今日ジェットが出なければ最悪飛行機で帰ることになるかな。今日天気もいいし風もそこまで強くないんだけどやっぱり波はだいぶ台風の影響で強いんで一応今のところジェットは今日出るってことになってるんだけど新島に行けるかは微妙というか多分行けないっぽいっていう話なんで宿の人の話だとまあこのまま東京に帰るパターンになるかもしれない。八丈島の旅の時と同じようにこう島を巡ろうと思ってたんだけど結局一箇所しか行けないっていうパターンになりそうな気がする。こっちに行くと展望台でこっち上がっていくと千両池なんでとりあえずなんかすごいな秋だね。もう景色が波の音がすげえ聞こえる。うわあ、池が見えるっぽいな。ここだな多分。こんな下まで行くんだ。すげえやばいぞこれ。すごい道だな。めちゃくちゃ急これやべえ。すげえ。初日に登ったあの天井さんもそうだったけどめちゃくちゃトカゲがいるんだよな。うわすげえ。これすごいな。そして波の音がすげえ。両サイド海だから両サイド海というかこの先に島の岩場がこう出っ張っててこっちも海だしこっちは大海原なんで海に挟まれてるからめちゃくちゃ波の音がうわすごい。いや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 もうこれぞ離島の。うわすげえ。これぞ離島の絶景って感じだね。波あら。うおすげえ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 。これだ多分。うわこんな
こんなとこすごいな。ほんとここはあれだ、サンダルでは無理だな。ここはスニーカーじゃないと。やば、よいしょ。天井山よりもちょっと険しいかもしれないな。こっちなんだ。あ、やっぱそうだよね、これだよね。池が多分こっちなのに、ね、ガンガンこっちに行く感じになるから。だいぶ下だもんな、ここ。結構大変だぞ、下るの。すごいすごいすごい。こんな崖なのに、この紐一本だけで柵作ってる。いや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 、やばいな。おお、いいね、いい感じだね。やばいんだけど、板がもう取れちゃってんだけど。すげえな。うわうわうわ、ここすごっ、ここすごっ、やべえ。紐で下ってくパターンなんだけど、大丈夫かよこれ。やばい、曇ってきた。おお、危ねえ、マジ危ねえんだけど。超急だし、岩半端ない。よっしゃ、すげえ、マジでここ道なのかよっていう。台風が来ちゃってるんで、風強くて雲がガンガン流れてくから、パラパラ雨降ったり太陽出たり、天気が不安定だね。なるほどね、こうぐるっと回っていかないといけないんだ。いや、すげえ道だマジで。いや、ここちょっと来てよかったな。もう本当に台風が近くて波が荒いんで、ジェット船が島に入ってきても港に留まらないですぐ折り返して帰っちゃうから、ちょっと早めに港に行かないといけないんだけど、だから時間があんまりなくて、ちょっとな、どうかなと思ったんだけど、ここはちょっと来てよかった最後に。すげえもんマジで。めっちゃ斜めで、斜めの先に池あるからやばいな。ザザザザザって滑って帰る前にここに落ちるのだけは避けたいね。これどうやって、最後どうやって降りるんだこれ。あー、こっちか、こっちだ、こうだな。やば、すごくない？めちゃめちゃ急、めっちゃ急なのに階段とかも特にない。でここを渡ってくんだ、すげえ。じゃあ着いたかな、着いたっぽい。うわやば、すげえ、やべえ、こりゃやべえ、これはやばい、すげえ。うわ、めちゃくちゃでかいな、すげえ、半端ない。これをマジで来てよかったわ。あ、こっからも波が入ってたな、上から見た時に。でもあそこちょっと空いてるんだね。ここちょっと潜りたかったな。めっちゃ綺麗。ここを降りてきてからのこれはマジで綺麗すぎでしょ。これはやばい。上の岩も半端ないよ、周りも。やばい、これマジで潜りてー。めっちゃ透明だもんな。うーわ、怖っ。なんかゴロゴロ言ってバサーンって。うわすごいな、ああやって流れてくんだ。なんでここは千両池かっていうと、波が強い時にバサーっとあそこから波が来て、で魚がめちゃくちゃここにこう打ち上げられるというか、ここに流れ込んできて、ここで待ってて、それをいっぱい捕まえて売れば一攫千金で金持ちになれるってことで、千両池っていう名前になったらしい、ここは。だからきっと多分魚潜ればいっぱいいるんだろうな。マジ感動だわ。ここ戻るの大変だね、クライミングしながら。マジでマジでこれ戻れんのかよ。
ごい、マジですげえこれ。すげえな、マジで半端ない、リアルディズニーシーだな本当に。いやいやいや、すごいとこに立ってるよ。うーわすげえ、うーわすげえ、マジでうねり出てる。そりゃそうだよね、もう。いや怖いな本当に。さすが、明日明後日には台風が直撃するからやっぱすごいね。でここは河口らしくて水深がめちゃめちゃ深いらしいね。こんなこのエリアだけなんだけど、実はめちゃめちゃ深いって考えたらちょっと怖いね。ここは来てよかったわ。こう来てからのここを登っていくとあっちまで。危な危な、マジでここけたらこれ、こっちのここまで帰るとすごいすごいよ。向こうもすげえな。あれどうやって来たっけ。あ、こっちか。すげえな。ちょっとこっちも気になるんで行ってみます。おお、すごいね。ここを登っていきます。やばいやばい、マジ雨降ってきた。やべえやべえよ、ここ半端ないね。指切れたし、今すごいな、ゴツゴツしてっから。やばい、めっちゃザーザーめっちゃ雨、ザーザー、やばいやばいやばい、ちょっと待ってよ。いえ、すげえすげえすげえ、めっちゃ雨、ザーザー。軽く雨宿りしたけど全然止まないんで車に戻ろうと思います。このね、神津島の千両池ね、めちゃめちゃ絶景だらけだし、行くまでにかなり冒険感があるんで、ぜひ神津島来た時は千両池行ってみてください。はい、ということでね、神津島の旅もこれでね無事に終わることができました。ちょうどね台風16号が直撃しちゃって、もう今も雨降ってるんで車の中でエンディング撮ってるんですけど、まああの新島、それから大島の方には行けないし、神津島でも飛び込み台がある遊歩道とか海で潜ったりとか泳いだりはできなかったんだけど、まあ、生きてはね何回でも再チャレンジできるんで、また機会があれば神津島、それから伊豆七島もね、いろいろ回って旅していきたいなと思います。僕自身旅はまだまだ続けていくんで、次のね動画もまたチェックしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいんで、左下の登録ボタン、それからね最後の終了画面で登録するアイコンあるんで、そこをポチッと押してチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回の動画で、バイバイ、ありがとうございました。新島行かないっすよ。はい、東京まで1名様で12,200円になります。違うようにピアノあるの初めて見た。